使うやめろ。おやさん止めないで、三郎の敵討ちです。お孫の分際でくさまれ。やめる、野獣をやめるんですか。どうして。こんなに危険を犯しても戦況はいささかも変わらん。5人や6人殺したところで何になる。敵も味方も無駄な犠牲者を増やすだけだ。もうやめた方がいい。無駄。直之助殿はこの戦いが無駄だと。いかに戦争といえども犠牲は最小限度にとどめるべきだ。そんな甘いこと言っていて戦に勝てますか。弟の三郎は薩摩に殺されたんです。それを忘れたのですか。あんたはもう一つ大事なことを忘れている。兄上の角馬殿はその同じ薩摩に保護されている。それを忘れちゃいかん。おやじさん、会津が滅ぶかどうかの瀬戸際です。兄のことだと持ち出さないで。会津は滅びやせんよ。会津藩はなくなっても会津は滅びん。おやじさん、もっと大きく目を見開くんだ。あなたは所詮会津の人じゃない。それが今よく分かりました。結局は会津藩のために死ぬのがお嫌なんでしょう。何を言うんだ。出て行きなさい。早くお城を出て行きなさい。おやじさん、本気でそんなこと言ってるのか。本気です。この中にいる人たちは会津藩のために死のうと覚悟を決めた人たちばかり。あなたはここにいてはいけないお人でした。グズグズしていると撃ちますよ。早く。どんな修羅場に直面しても女らしさだけは失んでほしい。私が言いたいのはそれだけだ。